バージニア州ノーフォーク出身の年齢33歳ですね。84年のですねロサンゼルスオリンピックのライト級金メダリストを経てですねプロ転向しまして、まあ、ライト級のですねその IBF、WBC、WBA ですね世界統一しましたね。そしてジュニアウェルター級、これ IBF ですけれども、そして WBC の世界、ウェルター取ってですね、その上その WBA の世界ジュニアミドル級フリオセサルバスケスだったんですけど、これに勝ってですね、まあこれはすぐ返上したんですけど、このウェルター級のタイトルはその7度防衛してますね、はい。まあ、特筆すべきはですねフリオセサルチャベス の、まあ、あの挑戦をですね、まあ、部のある引き分けでですね退けて、で評価上げたことですね。はい、はい、あの浜さん、ここ2試合はリベラルと戦ってちょっと苦しい戦いですよね。そうですね、パッとしなかったですね。まあ浮いてからにしたら珍しいところなんですけど、避けるうまさがちょっと発揮できない、そして打つ当てるうまさが発揮できないというボクシングが続き、そして今現在に来ているところなんですけど、ここ一番で強さに期待したいところありますけどね。さあどういう試合になりますか、ご覧いただきます。この試合は1月24日アメリカニュージャージー州アトランティックシティにありますコンベンションセンターで行われたものです。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ、パーネル・ウィッカー対リオベリス・ウルタドの一戦です。 In the red corner wearing white, blue and red and weighing 146 pounds he brings a perfect professional record of 20 consecutive victories without a loss 13 by knockoutHe is a native of Cuba, but now resides and fights out of Miami, Florida. Ladies and gentlemen, introducing the undefeated challenger, ranked number 10 in the world, Dio Feliz El Oriental Hurtado. Ranking 10位です。キューバ、ディオベリス・ウルタド。And across the ring in the blue corner, wearing black,And weighing 147 pounds. In 1984, he captured Olympic gold. And now, as a professional, his record is 39 victories, 16 by knockout, with one disputed loss and one controversial draw. He has six world title belts in four different divisions and is still recognized as the pound for pound king of boxing. Ladies and gentlemen, from Norfolk, Virginia.Presenting the WBC welterweight world champion and four-time champion of the world, Pernell Sweet Pea Whitaker. 4階級制覇、パーネル・ウィテカー。この試合が8度目の防衛戦になります。今、リングアナウンサーですね。フォータイムワールドチャンピオンと言いましたけれど、その、ライト級の3つを入れるとですね、7度ですね。そうですね、はい、あ、失礼、6度ですね。ライト級で3つですね。そして、ジュニアウェルター、そしてウェルター、そしてジュニアミドルですね、はい。さあどういう試合になりますか、浜さん、はい。ウルタドも180センチありまして、ちょっと不気味ではありますね。まあ、そしてアマチュアで200戦以上ですよね。プロ転向全勝ですから。そうなんです。まあ、予想するに、想像するに、おそらくうまい選手だろうなと、はい。さあ試合が始まりました。フロント、ダウンです。チャンピオンダウン、チャンピオンダウンしました。いきなりです。6人のヒットがダウンですからね、ちょっと苦笑いしてますね。苦笑いというか、いやこれはびっくりしました。人間のひなうちにダウンですね。体が一回り違います。リオベリス・ウルタド24歳です。20戦全勝 13KO。 いきなり第1ラウンドチャンピオンからダウンを奪いました。ミロスレト、これはまあ浜さん、はい、多分にタイミング的でしょうけども、これは取った方が気分いいですよね。まあ、もちろん浮いてから、まあ、避ける天才からダウン取ったということは、もうこの気分の良さはあるんですけど、ただ浮いてからは白バック打ってますからね、それぐらいじゃ慌てないと思いますよ。あ、そうですか、はい。何しろ4階級制覇しています。左は当たってはいません。強烈なウルタドのパンチ、これはブロックしていますが、そのブロックがぐーんと押されます。懐リーチ差がありますので、ちょっと届きづらいか。中に入っていきます。ウィテカー、このダウンのポイントをなんとか取り返さなければいけません。
ート、ワンツー。見てか、強引に前出てますね。まあ、距離詰めようっていう作戦でしょうね。ボクシング界で最近割とこう話題になっていますキューバ、そこからやってまいりましたリオメルス・ウルタド、アメリカ・ニュージャージー州アトランティックシティのリングです。しかも相手がこのウィテカ、こちらも最近はビッグマッチの噂が至近飛んでおります。ちょっと2人ともグローブですね、はい、黒いベルトが見えますね。どうしたんでしょうかね。黒のテープで巻いてるんでしょうか。おっと、だから普通白のですね、はい、バンデージでテープ巻きますね、あのグローブですね、はい、その後コミッションがチェックの意味でですね、あれを巻いて、これ以上巻いてはいけないと、そういうことなのかも分かりませんね。なるほど、はっきりと分かるようにこうリストバンドのように黒くテーピングしています。チャンピオンのウィテカー、ウルタドも真っ黒ではないんですが、ちょっと ブルーがかった、そうですね、そうですね、リストバンドみたいな感じですね、いいです。まあ、あとわずかですが、さあどんどん入っていきます、ウィテカー、オート。まあ、レフリーはアーサー・マンカンテジュニアですね、はい、あの名レフリーのアーサー・マンカンテの、その息子ですね。まもなく第1ラウンドの終了、ゴングです。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦第1ラウンド、なんとウィテカーがダウンを見せました。10対8ですね、ウルタドのラウンドです、はい、でこちらがウィテカーのチャンピオンのコーナーです。まあ、ロニーシールズ、ハマさんと戦ったロニーシールズが指示を与えてますね。おなじみのブルドッグルードゥバが、まあ、チーフトレーナーとしてご覧のように、まあ、カットマン役でしょうかね、顔を今当たっています。うまくタイミング取りました。あれ、まあ、ルードゥバっていうのはですね、なんて言いますかね、まあ、あの大阪のグリーン時代に竹本監督っていらっしゃいますけどね、はい、だからあのメインイベントの竹本監督っていう感じですね。浜さん、はい、チャンピオンの第1ラウンド、まあ、確かにダウンはありましたが、その後の動きをどう見ました。中に入っていこうとしましたよね。まあ、あのいつもより早いなと、早いというのは、まあ、打ちに行くことが早く仕掛けてるなっていう感じはあるんですね。少し焦りもあるんでしょうか、うん、まあ、そのダウンをなんとか早めに挽回はしておこうという気はあるんじゃないですかね、はい。これが42戦目になります、ファーネル・ウィテカー。普段だったらもう少し松ボクシングからの入り方ですよね。そうですね、それと待ってたんじゃ、相手が手が長いんで、ボクシングにならないというんで早めに攻めてるかもしれないですね。さあ、どんどん追いかけていきます、チャンピオンのウィテカー。まあ、一説によるとですね、なぜこの、まあ、ホープと言われているこのウルタドですね、はい、選んだかというと、次にこの試合に勝てばオスカ・デラホーヤとの試合がその計画されているので、はい、デラホーヤ的な選手を選んだという声もあるんですね。なるほど、確かに180センチ長身、そこは似てます、長身のボクサータイプ、まあ、文字通り前哨戦あるいは横演習というニュアンスでですね、この選手を選んだというそのマッチメイクの事情もあるらしいですね。ただこの試合に負けますと、そのビッグマッチは消えてしまうわけですね。そうですね、ゴアさんになりますよね。この挑戦者、おっと、ぶかっと膝を、今のはスリップのようですね。アメリカでの評判はこのキューバのウルタロはどうだったんでしょうか。なかなかその評価高いんですよね、その、まあ、大きなカードで出てないですからね、はい、それほどその全米には広がってないんですけれど、見た人はですね、そのフットワークはいいし、それでストレートはですね、シャープですからね、ウルタドはそのいい選手だって。ただですね、ここでそのウィテカーの挑戦が決まるとは思わなかったんですけどね。キューバの出身、本拠地はマイアミに置いています。フロリダを本拠地にしまして、プロデビューを果たしましたリオベルス・ウルタド。第2ラウンドです、まだ50秒近くあります。さあ、左フット軽めです、思い切って突っかけていきます、ファーネル・ウィテカー。うーんと、
いや確かに、そのウルタド早いですよ、はい、ウルタドの動きが早いのウイテカーとすれば、自分の動きを早めるのよりも先に見てしまってますね。ああそうですか、はい、ウイテカーにしては珍しい立ち上がりです。しかも先ほどご覧いただいたようにダウンを着しています。あのダウンがこの偉大なチャンピオンにどういった結末を見せますか。まあ、今まではですね、まあ、例えばアズマネルソンと戦ったようにですね、相手が追ってくる、ウイテカーがさばく、逃げる、はい、ところがこの試合は自分が追いかける方ですからね、ああ盛り上がりを見せています。2ラウンド目もウルタドの方がその有効なクリーンヒット多かったと思います、はい、10対9ですね。アトランティックシティにありますコンベンションセンターで行われています。こちらは、挑戦者コーナーです。右をもっと早く打てって言ってるのね。キューバですか。当然はスパニッシュ、スペイン語ですね。それで もっとびっくりさせろっていうこと。分かったよっていう。あ、オスカーデラホヤですね。デラホヤです。この試合に、チャンピオンが勝てばこのオスカーデラホヤとの対戦が先ほど言いました決定しております。ただし敗れたらそれはご破産になります。浜田さん今、はい、挑戦者の方だったんですけど随分汗をかいてますね。これ水をかけたんではないと思います。汗だと思いますが、そうですね、汗ですね、はい、まあ最初にウォーミングアップをどれぐらいしたかは分からないんですけどね、はい、前半からちょっと出すぐり感じはありますね。あそうですね、はい、やっぱりウイテカーが相手だということで、はい、緊張する汗もあるんじゃないですか。なるほど、はい、大一番です。ウルタドにしたら大一番になります。世界初挑戦でしかもこのウイテカーからタイトルを奪うことができますか。ウイテカーから取るということになると相当なことですよ。そうですよね。その後ずっとついて回る勲章になりますからね。そうですね、左が当たりません。スピードで勝っているのかウルタド。本当に足速いですよこの選手は、はい、目標はこう標的はこれだけ大きいんですけれども、大きいウイテカーは当たりませんからね。足が速いです。そして、ウイテカーが入っていったら必ず 2,3 発打ってすごい動きますからね、はい。ここまでは立ち上がりいつものチャンピオンとは違うようです。おっと右側で左右手が打って打って必ず打ちますよ、右を早く打てっていうことですね。右手からのお株を奪います。シャッフルを見せました。おっと左当たった。クリンチすかさずクリンチ飛び込んでいくバイソの範囲。緊張差がありますので疲れたらちょっと苦しくなります。ウイテカかけます。しかも年齢は24歳、若さいっぱいです。挑戦者キューバのリオベルス・ウルタド。2から2ワン・ツーですが、さあチャンピオン抜けていきます。挑戦者ウルタド、身長がおおと右を使って回ります。ウイテカ必ず左打って左足が前に出たところ必ず打ちますね、まあ、ですからそういうところパンチ流さないで打たんといかんですね。ウイテカも朝の感じで2人を沸きます。よく似ています。親子揃ってのレフェリーです。このラウンド終了、第3ラウンド終了しました。ウイテカ追い切れてないですね、はい、でアメリカの私の意見申し上げる前にそのアメリカの採点傾向なんですけれど、こうしてフットワーク使いながらポンポンとそのジャブ出したりするとですねポイントがどうくれるんですね。
あの葛西セルメーニョ戦でそれは典型的だったでしょう、はいはい、アメリカのジャッジってああいうボクシングスタイル結構評価してくれるんですね、はい、まあ、このラウンドはウィテカーがですね的を捉えてないですからね、だからあのやはりウルタドの10対9ですね、はい、そのウルタドですがちょっとこう表情が困ったような、表情を見せています、まあ、もともとこういう眉毛のせいなんでしょうか、やはりそれだけのプレッシャーがかかっているのかもしれません。さあ第4ラウンドです。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦、アメリカ東海岸ニュージャージー州アトランティックシティコンベンションセンターで行われています。まあ、挑戦者にしましたら浜田さん、はい、これが相手がパネルとか、そしてこれが21戦目一世一代のこうまずは大勝負なんでしょうね、まあ、この勝負勝つか負けるかで人生変わりますから ね、 そうでしょうね、胃が痛くなるような経験もねこう試合始まるまでしたでしょうね、おそらくしたでしょう、勝てばチャンピオン、勝てば名前が残るんですからね、負けようもんならまた潰されますからね、うんと左から入ってきましたが、ちょっとウルタドもですね、はい、まだ気遅れしていることは確かですね。あ、そうですか。入ってきた時にですね、ともかく早くパンチ出そうとしてですね、回転は早いんですけど打ち方が雑ですね。でちょっとよく相手見ずに打ってますね、はい、プロ転向して20戦やってるんでアマチュアの癖はないだろうとは思いながらもですね、早打ち手打ちというのは結構アマチュア出身が多いんですよ。当てるパンチ、それがポイントになりますからね。あ、そういう傾向はやっぱ打てが相手なんで入ってしまっているというのもありますね。なるほど、左左ショートのパンチ、左ボディーブロー、首ついた打てがアマチュアで先ほども言いました201戦です。すごい数こなしています。右カウンター、おー、カウンター、カウンター出ました。ウルタドです。チャンピオンウィテカーが単調だそうというところ右を当てました。いつもやることをやられて、内心カッカ振るでしょう、でしょうね。あと今左ストレート当たりましたね。苦しんでいます。ゴールデンボーイオスカー・デラホエがリングサイドに見守っていますが、それを前にして立ち上がり苦戦しています。バーネル・ウィテカー、長いリーチを生かしながらウルタドが打ち込んでいきます。身長が180センチでリーチは188センチ。ウィテカーは168センチのリーチは175センチ。まあ、ウィテカーの方がウェルター級の体じゃないでしょうね。うん、まあ、ベスト8はそのジュニアウェルターぐらいだと思いますね。もう一つ下。面白いですね。あの計量では当然前日計量なんですけども、1ポンド大きなウルタドの方が軽いんですね。あ、そうですね。とは違う。あーっと、ちょっと今低かったですかね。低い感じしましたね。しかしまあゴングの間際です。勢い余ってという感じもあるかと思いますが、ルールバがわざわざ迎えに行きました。汗もこちらもだいぶかいています。ハードルウィッカー、まあ、これだけ動けば書くでしょ。ウルタドはもっと履いてますね。倍ぐらい履いてるんじゃないですか。そんな感じでやりましたか。太ももの方でしょうかね。とするとちょっとオーバーなプレッシャーですかね。まあ打てからたまにありますよね。まあ、今のラウンドですね、まあ、3ラウンド目はちょっと難しかったんですけどね、今のラウンドもですねいいカウンターがありましたね、ウルタドに。ウィテカーもあの胸元にいい左ストレート当てたんですけどね、どっちもどっちですけどね。ただそのクリーンヒット の、 その有効度を見るとですね、あのウルタド の、 あの右ストレートの簡単の方が有効だったように思いますね。だから3ラウンド目4ラウンド目がちょっとクロスラウンドですね、はい、ではポイントは私はウルタドにつけます。私は、まあ、全部ウルタドですね。さあ第5ラウンドです。浜田さんはここまで
4つのラウンド経過しましたがどうですか、まあ、やっぱり挑戦者苦戦しています。ファーネルとか久しぶりですね、これだけ苦戦するのもね、まあ、捕まえきれない苦戦ですけどね。そうですね、まあ、ここはここ試合スペアリトリコのボリフレド・リベラと、まあ、ちょっと苦しい試合を展開してはいいんですけども、リベラもどっちかというと、まあ、当てるパンチだったですね、また取りに来ましたか。ここ何年か前からアマチュア出身の選手じゃあポイントを取りやすい、採点基準になりましたからね。はい、右をくぐったんですがウィタカーその後が続きません。まあ、ウィタカーこれ、まあ、4階級制覇しましたが4冠王なんですけどね、まあ、初代の三冠王というのはヘンリー・アームストロングですよね、はい、まあ、有名な選手ですよ。フェザー、そしてライト、ウェルター取ってそのウェルター19度防衛したんですけどね、まあ、フリッツ・ジュビックという、まあ、反則の名手に敗れて、ところがですね、そのやはり体格のハンディキャップというのはありますよね。ウィテカーが今何発かパンチを出していきましたが上から叩きつけるような右のパンチを繰り出していきます。同じことをやられてますね、今も同じですよ。ウィテカーが打っていって体が伸びきったところ必ず打たれてますね、はい、さあまた言います。ウィテカーこれほど出ていくのはまた珍しいかと思います。いつもは引きながらカウンターを取るというパターンが多いんですけどね、これだけ相手が動くんで攻めざるを得ないですね。なるほどね。これちょっと今のはエキサイトしました。ラファイト頭の後ろ減点ですね。減点ラビットパンチで減点ですね。後頭部を打ったということですね。小泉さん、そうじゃないか、あるいはですね、こうして頭上から押さえつけた感じですね。なるほど、確かに低い姿勢になりました。まあいずれにしてもアンドスピードというよりも回転を速くして、打ち込んでいきましたがあまり有効なパンチはなかったように見えました。第5ラウンド接近されるのはまた簡単ですね。カウンターですね。ウィテカーが左を伸ばして体が伸びきったところですよ、はい、同じことやられてますね。第5ラウンド終了しました。挑戦者ウルタドにしかしこのラウンドは減点がまずありました。まずポイントは10対9ですね、はい、ウルタドの、まあ、めちゃ打ちですけどね、それと最後の右のカウンターで、まあ、ウルタカの方がよく当たってますから、はい、だから10対9、ところがそのマイナス1、減点がありますから、9対9になりますね。小泉さん、あの辺のめちゃ打ち、まあ、やたらめったら手を出す打ち方ですけど、あの辺、やっぱり若さなんでしょうかね。それと、やはりプレッシャーかけられ始めてますから、距離が詰まり出してきてますね。ウルタドも苦しくなってきてるわけですね。そうですね。浜田さんはどう見ました？いや、私は焦って打ってるんですよ。あの効かないですよこのパンチは、はい、ただポイントにはなるんですね。まあ、今みたいないいパンチも入れられましたからね。まあ、今ちょっと上から抑えましたけど、抑えつけたということですね、はい、パンチを打たれる前に早く打ちたいという気持ちの表れなんですね、なるほどね。それで慌てて打ってるんですね。そのパンチは効きはしないんですけどね。さあ第6ラウンドです。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦、ようやくウィテカーが自分のペースをなんとなく掴み始めたかという感じのここまでですが、野球でもそうでしょう。球を引きつけてカツンと打つとですね、当たりますけど、そのスピードが速いとどうしても早打ちするんですね、スピードに負けまいと、でボクシングでも同じですね。相手が入ってくるとですね、もうともかく早めに手を出してこないと、もう相手の接近されてインサイドで打たれるということになります。手を出すんですけど、きちんとその的を捉えてないんですよ。でタイミングも測ってないんです、はい、腰も入らない。そしたらもう文字通り手打ちですね。今のあたりもそうでしょうか。このラウンド3回ほどまとめて手を出したのがあったんですが、全てそんな感じです。あった、低いか、それほど低いようには見えませんでしたが、ジェスチャーか、そんな下打ってないですよね、私今腕に当たったかなという感じさえしたんですが、しかしここで休憩を取らせます。私はノーバルカップの上の方かなと思いましたけどね、決まってね、ローブルを受けた選手は、ね、
スタメンを抑えるんですね。オーバーフィールと言いますかね。ウィテカーも先ほどと同じような逃げ笑い。さあ、6ラウンド目の半ばです。また詰まりました。プレッシャーを確実に受け始めています。挑戦者のウルタド。野球の荒れ球と同じですね。ちょっとパンチの出し方が荒いんで、逆にウィテカー捉えづらいところがありますね。左フック当たりましたね、今。ダウンです、ダウンです。スリップではありません、はい。あまりいい左フックじゃないんですけどね。ちょっと気味でしたね。いやー、またダウンです。ウィテカー。ウィテカー、バランス悪いまま入っていったんですよね。左フック当たりましたね。これは苦しい展開になっています。目がファイターじゃないでしょう。やはりウィテカーはボクサータイプですよね。はい、こうして相手をじわじわ追うのに慣れてないですから、ああいうところでですね、逆にカウンター取られる場面がありますね。またカウンターを取ります。打ち方がだいぶ変わってきました、ウルタド。しかしこのラウンド、チャンピオンからまたまた2つ目のダウンを奪っています。足りません。左フックの打ち方がこのウルタド悪くなってきてますね。オーディングアタックが当たらないのね。ただ左スピードありますね。右腕を上げました、ウルタド。確かにこのラウンドはダウンを奪いました。挑戦者はウルタドです。第6ラウンド終了。ポイントは10対8ウルタドですね、やはり。はい、浜田さん、はい、ポイントこうやって見ますと苦しくなってきましたね。いやいや、こんなに苦しくなると思わなかったですね。ベラホヤなんか厳しい表情してちょっと立ち上がりましたね。これはビッグファイトができなくなるかもしれないということでしょうか。ビッグマネーファイトがですね、壊れるかもしれない。これウルタド勝ってですね、ウルタド、オスカデラホヤじゃこれビッグマネーファイトにならないですからね。お互い知名度があってスーパースター同士がぶつかって初めてそのビッグファイトですからね。あ、今のですね、横殴りみたいなパンチなんですけどね。ただダウン取られても仕方がないでしょう、これ小泉さん、ウルタドが勝ったらウルタドが戦うという約束もしてるんですか。いや、デラホーヤと、いや、あくまでウィテカーがですね、その勝つという前提でその仮契約してるんだと思います ね、 そうね。ウルタドではビッグ、イベントになりませんからね、この時点では。まだやっぱり世界チャンピオンとしての実績がないですからね。カーネル・ウィテカーが初めて相手になってビッグマッチというそういった形になります。ウィテカーはしかしここまではポイントではわずかに減点で一つポイントありますけれど、その他はウルタドが小泉さんのクエスチョンマークありながらもフルマークですからね。ダウンを2つ取っています。はい、引き始めました。引いて離れて戦います。ウルタド足を使います。ワンツーですね、右左のワンツーですね、今スウェーギに体を伸ばしていましたけれども、今組みましたよ、届いてましたね、はい、組みましたよ。まともではありませんでしたが長いリーチが届いていました。第7ラウンド、苦しい苦しいチャンピオン、ウィテカー左から入っていきます。刺していますが、またその頭をちょっと抑えたって言うんですけれど、いやー厳しく、おーどう、目を離すことができません。ちょっと引っかったような気もしますが、コンビネーションを見せました。ウルタド、ウィテカーが、グローブを合わせようとしたところを打ったんですね。あはさあ、ウルタドが何かしでかしそうです。見かけたりぐらつきます。チャンピオン、こういうシーンが多くなりました。そろそろ浮いてか何かモーションかけないとこのまま行ってしまいますね。同じ展開が続いています。非常に苦しい展開になってきています。チャンピオンのパーネル浮いてか、この WBC のウェルター級のタイトルを手に入れてから7度防衛に成功しています。これが8度目。
日本流と日本流に言いますと末広がりの8という数字ですがかなり苦しくなっているバーネル・ウィテカー。あと30秒左打っていきます。ウィテカーの左ストレート入りましたけど、ね、ウルタドあんまり打たれ強くはないでしょうね。ああそうですか、はい、おまた左お入りましたよ。ちょっとブロックが遅れました。ユベリス・ウルタドノート、まだ効いてるんでしょ。拾ってきます。今がチャンスかもしれませんが残り時間ご覧のようにあとわずか。ボディ叩きたいよね。ウテカーはウテカー左効いてるんですね。そうですね。ウテカーは足になりました。しかしレンが両者を分けます。第7ラウンド終了です。まずポイントは10対9ウテカーですね。ウテカーはい、はい、パンチがより効果的だったので、ね、そしてウルタドの方もう一回その首ネックにですね、はい、押さえつけたというので減点ありましたね。初めてです。明らかに取ったというラウンドは。そうですね、5ラウンド目の減点はまあ理解できますけど今の減点はちょっと厳しいように思いますけどね。軽くちょっと抑えて左フックがですね相手の首にかかっただけで減点って言うんですからね。天野さんすごいですね。この汗はすごい汗ですね。これおそらく途中ちょっと口に含んでるんでしょうね。飲み込んでるんでしょうかね。水分じゃないとこれだけ出ないんじゃないですか。まあ少しは飲んでるでしょう。ただやっぱりその汗のかき方その表情、ええ、余裕ないですね、これ水を振りかけた、まあ、多少はかけてるかもしれませんがそういった感じではないですもんね。かけた水とまた汗と違いますね。違いますもんね。さあ WBC 世界ウェルター級、やっぱりウィテカーとやるんですから相当なプレッシャーかかってるでしょう。第8ラウンドです。さあウィテカーが先ほど第7ラウンド初めて自分のラウンドを作りました。左のストレートです。スピードも若干遅くなってきたかウルタド。持久を持ってウィテカー打ち込んでいきます。このボディおーっと左を返しました。しかしクリンチに行ったのはウタドか。ウィテカーが今度はプレッシャーをかけています。左をダブルで使いますがいずれも当たっていません。ウタドちょっと疲れてきましたかね。そしてウィテカーの追うスピードが速まってきました。フェイントかけたりですね、ジグザグ追わないとですねまた突っ込んでいくとカウンター取られるので、はい、ウルタド右を合わせる右ショート合わせるのが前ですよね。ウィテカーも気をつけているようです。おーとダンク、いやこれはスリップダウン。ですね、上からまだ押さえつけましたから、はい、今日は何しろ2つダウンを取られています。試合開始直後いきなりタイミングで取られました。合わされた、そしてパンチを受けてのダウンです。そして7ラウンド目も6ラウンド目もダウンを喫しています。剣道でその切った後の姿勢というのは斬新というらしいですけどね、はい、このウィテカーの打ち終わりの姿勢が悪いですよ今日は。チャンピオンのウィテカーが、はい、バランスが悪いですね。なんか腰が定まらないですよ、不安定ですよ。だからそのああいうスリップダウンしたりですね前へ飲めるんですよ。おーおーおーダンカー、お先に打っていったのはウルタド。しかしその後ウィテカーちょっと画面切れたんですよ。右カウンター組みましたよ今。アーサーマーカンテジュニアスリップの今ジェスチャーでしたね。いや左髪がオート、カウンターが組みましたね。入れ替わろうというウルタド。非常に面白い展開になりつつあります。また動きが止まったかウルタド。ウルタドの動きは遅くなりましたね。そうですね、はい、スタートから4ラウンド目ぐらいまでは非常に速かったですよね。本当に足は止まらなかったですけど、7回、8回とガクンと落ちましたね。何しろこのウィテカーに勝るスピードを
見せておりました。今のはダウンに見えましたけどね、レフェリーがですね、そのダウンでないスリップだって言った場合にですね、それはやはりその判断を踏襲しないといけないんですね。採点上極端の場合、ヨシンバミスジャージだろうとそれ踏襲しないといけない。しかしですね、そのポイントとしてはですね、これはウィテカーに与えないといけないですね。これはローブローですね。第9ラウンドです。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦。私マッチメーカーしてますから、ええ、その試合前レフリーあるいは立ち会い人がですねミーティングするときに、あのルール会議っていうのレフリーだけでそのポイントを確認するのがあるんですね、項目を、はい、そこで質問したことあるんですね。一つはスライマン会長、確か薬師寺達也戦の前だと思う、レフリーがミスジャッジで例えばダウンでないのをダウンと言ったときには10対8つけないといけないのか、そのレフリーの判断でそれを無視してもいいのかって言ったら、レフリーが言った以上それは10対8になるんだってスライマン会長言いましたね。ああ、そうですか。で WBA のタイトルマッチでもそれを聞いたんですけど、それは言われましたね。だからレフリーのその判断っていうのはこれ大きいわけですね、はい、3者のジャッジに反映するわけですね。ただダウンを取られた方が挽回するような反撃を見せたらそれは10対、点ポイント差は縮まるということはありますね。ただしですね、よほどその攻め返して逆に相手をぐらつかしたり、ね、それしないと、あるいはダウン以外はもう全部押してた、ダウンされた側、はい、それになると10対8は10対9にならないですね。なるほど、ダウン以外は極端でないとならないということですか、はい、やや押してたぐらいではそれ、はい、ダウンしたらもう自動的に10対8作りますよね、はい。さあ9ラウンドも半ばまで差し掛かっています。浜田さん、この9ラウンド、はい、半分どうでしょう。ここ、まあ、やっぱりウィテカーがじわりじわり強引になってきてますよね。あ、ノックアウト狙いですかね。切り替えましたか。相手のパンチをかわしていきます。首を1回振りました。それではダメだよということでしょうか。おっと、フェイントからミーバックに回り込んで打ちます。おこれは限定か。もったいないですね。あ、背中から打ち込んでしまったからでしょうか。またあるいは後頭部に当たったんでしょうか。背中から後ろから打ったという反則ですよね、はいはい、やーっとチャンピオンにも反則。あ、もったいない。これは反則になります。オーマイガードっていう感じですね。これは何かチャンピオンに嫌な雰囲気が漂ってきています。あと大きく振っていくウィテカー、小さく返す、カウンターを取るウルタド。お互いにぶつかります。レフェリーが非常に色々忙しくなってきました。明らかに打ち合いを望んでいますウィテカー。入り方がちょっと、まあ、正直すぎますね。すね、はい、やはりその、はい、もうちょっと工夫がいりますね。ちょっと体を人ひねりしたり、もうフェイントかけたりですね。そうして入れないからそのパンチくんですね。皆さん見てかわらしくないですよね。そうですね。まあここでじゃあ。ボクシングに戻るって言っても浮いてから性格だとですね、少し相手を舐めたようなやり方というのはなかなか治らないですね。このシーンは明らかに水を頭からかけています。これが流れ出ています。今のラウンドお互い良くないんですよね。それでそのウルタドはですね、結構そのパンチをその出してたんですけどね、プレッシャーかけてたのは浮いてか、だからウィテカーの10対9、ところがウィテカーに減点がありますからマイナス1、トータルすると9対9になると思うので、ね、はい、さあこれは10ラウンド目。このラウンドを入れてあと3ラウンドです。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ。ただし今のラウンドもちょっとクエスチョンマーク宣言しておきたいと思います。共に有効だっていう点ではですね、おーっと
軽く浮かんですがバランスを崩したウィテカー、品を作って追いかけていきます。ウィテカーレイスへと持っていきます。イングランド距離が詰まったところで右ウィカド当てようという、先ほどからこのカウンターがこの試合頭から当たっています。まあ、ウィテカーのその特徴ですね、そのというのはですね、相手攻めてくる、それを見切りでかわしてそのカウンターをと、出鼻を叩いたり、そういううまさですよね。おお、頭から入ってきます。はい、これ今日の場合は自分がストーカーって言いますかね、追い役ですよね。今流行るだから、そこでですね、こういうボクシングはあまり上手くないですね。意外な面を見せています、パーネル・ウィテカー。ウィテカーがですね、打つときはもう少なくとも 2,3 発コンビネーションで打ってきてますからね、以上ですね。ボディ打ちたいですね、あのウィテカーとしては。はい、距離が長いですね、ウィカドは。そうですね、距離の違いというか だいぶあるようです。上から叩きつけます。ウィカドのやり方は、ウィテが打ってきてきたら打ったら下がる、打ったら下がるなんですね。離れて打って、そしてまた打っていくんじゃなくて、打ったら必ず下がる、下がってますよね。ウィテカーの追い方もですね、うまくないですよ、こうして入っていくでしょう。そうするとウルタドはこうしてパンチ出しますね。ここでですね、またウィテカー下がって一から追い直しやってるんですね。そうじゃなしに、そのうちから相手下がったらそこからすぐ突っ込んでですね、左ストレートのそのボディ、そして右フック返すとかですね、そうするとですね、その追えるんですけど、はい、一から離れてそれで追いかけて、また一から離れて追いかけて、それじゃあですね、捕まえきれないですね。今お話の最中に今何したんでしょう。テープが取れたんでしょう。カットしたんでしょうか。はい、ポケットにハサミ入れてるんですね。そうですね、あれは最近アメリカのあれね、親父さんのアーサーマンカンってシニアがね、あれを やってるんですよね。と言いますのはね、コーナーに連れていくでしょう、セコンドがそのハサミ逆すのに結構もたもたして時間食ってしまうんですね。だったらレフェリーがやったら早いと、はい、わざと時間稼ぎでもたもたしたりすることありますからね。第10ラウンド終了しました。ウルタドですね。挑戦者てかどうも捕まえきれないよね。2つのダウンが効いています。しかも1つのマイナスポイントもありますので、ここまではウルタドをリードしています。ここまでちょっと集中してみますね、はい、それまでにウルタドがマイナス5、はい、どうぞ浜さん、はい、どうですか、あと2ラウンド残ってますけれども、苦しいですよね。ダウン1回取ったぐらいではちょっとどうなんでしょうかね。まあ逃げ切り引き分けもあるかもしれないんです。最低でもダウン取らないと今の流れは危ないですね。というパーネル・ウィテカー、まあ、パウンド・フォー・パウンド、前回級を通じてベストのパウンド・フォー・パウンド、一番強い男だという称号も一部で与えられております。私の採点では95対90ですね。ここまでのところはもう減点の多い試合ですけれど、 そうですね、そこから10対8が2回ありますけれど、ウルタドが5ポイントリードしてますね。バッティングがあったようです。肩で押しましたか、ついたんですね。オーノーやめてくれよというウルタド。11ラウンドに入りました。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ、非常に苦しくなっています。ウィテカー、さあ、あとは大きく足を使い始めましたウルタド。このラウンドとあともう1ラウンド、2ラウンド逃げ切れば、あるいはチャンピオンか。そんなキューバ出身のリオベリス・ウルタドです。レミー、どんな内容です。まあ、ウルタドとすれば、はい、この完全な逃げ切りやりたいところでしょうね。この動きはもうそうなんでしょうかね。そうですね、はい、完全に、おっと、右当てます。逃げながらこのカウンター当てればいいわけですからね、相手は追っかけてくるわけですからね。それでポイントになりますからね、
苦しいのはチャンピオンの方です。ウィテカ追いかけて倒さなければいけません。あと2ラウンドだって、今度は励ましたはずですね、ウィテカが、足使って逃げ切れと、そしたらお前は新チャンピオンだと。元気が出てきたような感じがあります、ウルタド。さあ、キューバのウルタドがこのチャンピオン、カーネル・ウィテカ4階級制覇男を倒すことができるんでしょうか。このまま逃げ切ればいいわけです。チャンピオン交代劇が見られるか。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチ、左側当たった、左側当たった、左当たりました、連打します、左を連打する、チャンピオン、チャンピオンのものすごい連打です。左しか使いません、ダウンです。いや、試合終了か。試合終了です。試合終了です。ウィテカー奇跡の逆転 KO 勝ちです。レフェリーが思わず止めました。まあ、カウントアウトしてませんからね、まあ、厳密に言えば TKO でしょうけど、逆転ですよね。逆転の TKO、 レフェリーストップです。すごい左の連発でした。浜田さん、最初に当たったのはやっぱり左でしたかね。左一発当たって、そこで棒立ちになったところ、左の連打ですね。これはすごい逆転です。世界タイトルのベルトが逃げていってしまいましたね。あと2ラウンドというところだったんですが、逃げ切れなかったというところもあるんじゃないですかね。1ラウンド半まで来ていました。いやー、これで見てか、ビッグマッチを手に入れました。この後はオスカーデラホーヤ戦です。よくオーソドックス右構えの選手がですね、サウスポーと対するときに左へ回りますね、はい、ところがですね、その回り方がですね、その甘いとですね、相手の左ストレートにちょうどまっすぐ強いところ当たる位置になるときあるんですよ、はい、一番最初のパンチはそうです。カウンターで左が入ったんですね。2発目で完全に終わってしまいましたね。もうおそらくここで勝負がついていたんですよね。確かにですね、そのこうしてみるとですね、もう少し早く止めてもよかったんじゃないかと思えるんですが、これまでウルタドが勝ってましたからね、レフェリーもちょっと止めづらいところがあったんじゃないですかね。確か結果なんですけど、もう2パンチ、もうこの辺りで止めて、もうその2パンチ前ぐらいで止めて欲しかったんですけどね。浜さん、逆に後ろにロープがありましたんで、ダウンでね、ダウンできなかったんですよ、これ一発最初のパンチでダウンしてたら、あるいは立ち直ることができたかもしれませんが、これもアンラッキーですね、挑戦者は。まあ、本当ダウンするところでダウンできないんですね、余分に打たれてしまいましたね。初めて体が外に出たところでレフェリーも試合を止めています。テクニカルノックアウトです。逆転ですね。デラホエ喜んでますね。あ、これで金が稼げるっていう感じですね。現金だもんですね、はい、途中渋い顔してましたもんね、苦しい苦しい試合でした。カーネル・ウィテカー、これで8度目の防衛戦に成功です。勝利で飾りました。そしてオスカー・デラホエア戦がこの後待っているわけです。これこそ中量級のドリームマッチです。もうリング内に入りました、オスカー・デラホエア。 WBC 世界ウェルター級タイトルマッチはチャンピオンパーネル・ウィテカーが逆転のタイトル防衛です。